アメリカ、トランプ政権、24日、中国からの輸入品2000億ドル、およそ22兆円分に、第3弾の制裁関税を発動。あ、はい、おめでとうございます。今日なんですね、24日なんですね。来ましたね。えー、今回、5745品目に10%の関税上乗せです。関税化すのは、掃除機などの家電、カバン、スポーツ用品、まあ、この他、野菜、果物、魚介類、食料品など、生活に身近な製品が多いんですね。と、うんえー、となると消費者への悪影響 これが本格的に広がるとも見られています。すねはい、第3弾の発動によって関税の対象を合わせて2500億ドルに膨らんで、はい、中国からの年間輸入総額およそ5000億ドルの半分に達すると。うん、一方、中国はアメリカ産の天然ガスなど600億ドル分に5%から10%の報復関税を課して、うん、まあこれによってアメリカからの輸入総額の7割が追加関税の対象になる、うん、あれ、おかしいですね。アメリカ2500億ドル対,応対象なのに、はい、チャイナは600ドルしか しかかけないんですか6億ドル。あれあ、はい、報復だったら2500億ドルかけないといけないんじゃないですか、えー、そこまでないからね。その通りです。玉切れなの。<laughs> こ,<ま>でこれ、これでほぼ玉切れなの。えー、終了なの。そうなんです、ね、はい。もう現時点で3分の1ぐらいしか対抗できないんですよ。はいえー、で、しかももう対抗できないのに対抗措置をやったでしょはい。 これ結構最悪かもしれないですね。で、一応この、まあ、関係改善のための交渉しようかと言ってたのが、アメリカにもこのね、ハンマーで頭ぶん殴られたような形になってるので、チャイナメンツがあるので、そんな交渉できるかと言ってね、多分交渉自体が開かれない可能性が高くなってきました。ということで、これはね、あの、おそらくですけど、半分じゃ済まないかもしれないですね。まず来年この10%の関税では25%に上がるでしょう。で、その後じゃあ残りもやるよっていうな話になるかもしれない。で、これあの、すぐには聞かない徐々に聞いてくるのでね、どういうふうに 聞いてくるかとというとアメリカにあの物を売りたい業者っていうのはいっぱいあるわけですよ。アメリカってやっぱ世界で一番でかい市場ですから。はい、でもチャイナで作ると自動的に25%ね、将来的にはコストが上がるってことでしょ。えーはい、まあ今まだ10%ですけど。えー、そうするとチャイナで物を作りたいですかって話になるわけですよね。はい、で、あの日米、まあ共に、まあもしくはまあヨーロッパなんかでもそうですけれども、アメリカに物を売りたい企業はですね、えー、サプライチェーンからアメ、あの、チャイナを外すと。はい。 いう動きが、実は本格化。ね、はい、してまして、えー、日本でもね、あの、ダイキンとか三菱電機とか、え、それから東芝、 えの、ま、関連会社とかですね。はい、あと、鈴木自動車とかね。えー、ま、一部撤退、全面撤退、いろんなニュースがここへ来てまた入ってます。あと、フォードもね、あの、チャイナでなんか部品作ろうと思ってたのをやめたりとか、い。うことで、はい、世界中の企業がですね、チャイナをサプライチェーンから外してくる、感性が出てきました。うんえー、で、チャイナ国内はものすごい不況ですしね。はい、そうすると、その、まあ、あの、労働問題とかにも発展するかなと、共産主義の国なのにチャイナは労働組合がないというね、<ー>不思議な国ですからね。えーえー、だそういう、まあ、いろんな、こう、ちょっと波乱が、あの、まあ、起こる 可能性が ありますよね。はい、で、アメリカはこれをまあ、あの、貿易戦争をやってる片方でね、あの、ウィーグルの人権問題。百、はい、100万人もの人がですね、強制収容所に入ってるというね、もう現代の人権弾圧。これ、日弁でも絶対抗議した方がいいと思うんですけれども、はい、まあ、こういう問題もこう、片方で、人権問題も火つけつつ、はい。え、この貿易問題でもチャイナをギリギリ締め上げると。はい、多分ね、永久にこの板振るのはやめないんじゃないですかね。はまあ、でも一方中国は、あの、今、モルジブっていうね、インド洋の島があります。はい。大統領選挙行われてて、はいで。で、今、その中国 中国に非常にこの、肩入れしている大統領が現役。で、一方のインドに、あの、ちょっと足を組み入れてるというかですね、インドよりの人が、新人であるとか。新中派、派で。どっちがなるか。分かれてるんですね。あの、ひそかに中国は一つの、その、モルジブの島をね、えまあ譲渡してほしいというふうなことを言ってる。まぁ、これがもし実現しちゃうと、例のシーレーンですよね、インド洋のね。まあこのあたりでも中国っていうのは、したたかに動いてるなってあでもそれが今も ものすごいこう手口がバレてね、あ,はい、あの、サイムトラップだということでちょっと嫌われてますので、えー、まあそんな簡単にはいかないと思いますけどね、うん、まあ、はい、とりあえずアメリカはものすごく怒ってまして、うんえー、この貿易戦争終わる気配がないなというふうに見てますけどね。えー、はい。はい